で昨日ちょっと CR カップののスクリーム中に出た情報がこのレ,イジです、ね、レイジストリートファイター、まあ、第2回前回あのタイジさんが優勝してセロさんにやったやつで俺その時解説として、えー、と出させてもらってたんですけど今回はあの選手としてどうですかという話が来たので出させてもらうことになりました、まあ、どういうチームになるのかって感じですねてかさ中堅さおぼとゼロと結構きつい くれっちゃちょっと思ったけど、MR さは相当あるよな。かなり頑張らないと。今からかなり頑張らないと。まず、まあ、リーダー枠から見ると、リーダーは多分、かなりいい勝負。実力が拮抗してる。うん。で、対象は、まあ、さすがにきついけど、俺とかは。まあ、ちょっときついよね。きついけど、まあ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 、2先とかやったら全然、どうだろうな。<laughs> わかんないけど。まあ、わかんないけど、 でも今より差は開くだろうね、多分。さじまごとは。普通に考えて。多分こっからその彼らのやり込み具合は多分とてつもないものになると思うから SFL が始まるから。まあちょっと自分もちょっとやっぱやっていかないとなあっていう感じですね。まああの、できる限りのことはやろうと思ってますんで。っていう感じでやっていくのと、で、副賞も、副賞もちょっと読めないな 今でやったら国人が一番きついのかもしれないな。まあ、やってないからな、あんまり国2が。ま、国2のやる気次第だね、正直。国2がちゃんとやり込めば全然、あの、全く問題ないと思うんだけど。で、セロスさんももう普通にレジェンド、い、ってないかな今キはまだいってないかななんか俺、ランク上したら普通に当たるぐらいの感じだね。MR2000 ぐらいはあった。で、タイジさんと高木は、今だったらいい勝負かもね、もしかしたら。うん。読めないな。 タイジさんはその、プロとスパーズってやってて、MR やってないから読めない。ど、どれほどまでに強くなってるか読めない。シャレになら、シャレにならんぐらい強くなってる可能性もある。だから分からへん。で、高木はまあ、ガチレジェンドだね。普通のレジェンドのブランカ使い。すごいよな。いやそう考えると。で、セロスさんもまあ、多分もう、あと1ヶ月もあればレジェンド、急にレジェンドになると思うから。コクニーが今、逆に、しかもキャラが結構その、 特殊なキャラばっかで、国民のキャラが、その、アキー、ラシード、ブランカっていう、あの対策しないと絶対勝てないキャラが揃ってて、から、ちゃんとやらないと多分きつい。その、今までの格ゲーの経験値で勝てないキャラが揃ってるから、なんか同期キャラとやるとかじゃないから、まあ、だから、ちゃんとやらないとダメだろうね。で、中堅、布団ちゃん、おぼ、ゼロスタアリケンってことね。まあ、MR でいうと、アリケンと、えっ、ー、と、布団ちゃんは同じぐらいかな。MR1800 か1900ぐらいあるのかな。 ふとんちゃんって MR どんな言ったんやろな。まあ、二人とも多分1800以上。で、応募ゼロストは、あ、でもゼロスト1700行ったって言ったな。あれ、ゼロストってさ、1700行ってなかったっけ確か。1700行ったって確かラインが来てたから、そう考えればゼロストは、大会に向けてしっかりやれば、全然チャンスがある。で、応募が、応募は正直その、大会での勝負強さで、強さをめちゃくちゃ評価されてる人間やから、 まあ大会なら勝つでしょうって言うわけでここに入ってるね。MR で言うとだって、チュンリーは MR1400 とかだからね。まあ普通に相当な差がある。MR だけで言うと。でも MR じゃないんだよなぁ、おぼは。まあホンダだろうな。てか正直ホンダでいいって思っちゃうな。これはもう。今季は。今年はホンダでいいんじゃないかな。で、まあ別に任せるけどね。全然チュンリーでもいいねんけど。まああの、明確に去年はチュンリーの,チュンリーの方がホンダよりおす,すめラだったけど、今年はそういうのがないね。 なんか全然、チューニーの方が絶対いいって言えるような、正直、バージョンじゃないから、全然、ホンダがかなりいいキャラになってるからね。まあ、てな感じで、まあ、おぼも頑張っていってほしいって感じ。で、先方が、どうなんでしょうか。アルランティスさんって、どれぐらい、ガイルだよね。MR どれぐらいなんやろう。プルルがまあ、MR 最近1500、まあ、1500から1400で、レンさんは今どんぐらいなんだろうな。レンさんも結構行ってたよな。1600。レンさんも1600。 で、ボタンさん、んボタンさんは最近マスター行ってたよね。ボタンさんが最近マスター行ってて、なんか今日はあの、ベガを練習、ちょっとやってたな。練習っていうか、ベガをやってみるみたいな。ガイル、ジュリ、JP、リリー、なるほど。じゃ、プルルはガイルと JP とリリーと対戦するわけか。<laughs> きつ<う笑>きつ,<う笑>きつ<う笑>ガイルと JP とリリー、きつちゃんと対策しながらな。まあ、キャラ対策を、あの、しっかりやっていく感じだね。まあ、ドラフトどうなるかだね。まあ、その、 ま、一問チームになったら結構熱いなぁ。まあ、大将から取っていくとしたら、まあ、どうなんだろうな。みん、ちょっとどういう風に取っていくかわかんないな。その、わかんない。強さ順で取るのが関係値的に取るのがちょっと読めないですね。まあ、どういうチームになっても楽しめそうですけどね。なんか、想像やけど、なんか真珠とかはコンセプトで取るイメージがあるんですよ。だから、最初に孫さん取りそうだな、みたいな。孫さん。だから、 孫さんを中心にするんだったら、ンジ・孫、大寺、布団、までは、要するに孫軍団だよね。孫一門、チーム。みたいなあ。そういうふうに、コンセプトがあるチームが組まれるかもしれないよね。はい、一俺のチームやったら、吉生、ハイタニ、高木、オボカ、ゼロスと、で、プルルみたいな。やったら、まあ、ハイタニ、一門チームできるね。まあ、でもそんなの全然わかんないけどね、どうなるかは。なんか、釈迦さんとかは結構なる音、仲良い,いイメージあるけどな。 あの、釈迦さんは国に取りそうだな。イメージ。なんか、仲いいイメージ。釈迦さんはだ、なるを国にあ、でおぼとも仲いいな、釈迦さん。みたいな。なんか、そういう風に行くのかもしれないね。わかんないけど。ガチ順で行ったら、もう大将は、まあ、数の子になるのかな。まあ、その時の孫さんの仕上がり次第やけど。勝ちに行くなら数の子がやっぱ強そうだよな。あとはもうわかんないな。中継はでもアリケンが今んところ強そうかな。副将は正直読めない。副将はマジで、 この中で一番強い人取ってくださいと言われたときに、一番勝手そうな人取ってくださいと言われたときに、正直、わからん。かなりわからん。ぐらい、きっ抗してる。まあ、大地さんの、その、経験値はでかいよね。やっぱその大会で、去年の大会で勝ちまくったっていうのがでかいから、その信頼度はある。勝負度差はある。まあ、どこを見るかだけどね。まあ、俺はもう正直かなりわかんないと思うね。ここは。国にも、その、やっぱ対策してきたときに、やっぱ、 ちゃんと活躍するイメージがあるから。高木がもうその、1ヶ月、そう、一ヶ月でどんぐらい伸びるか読めないみたいなところがあるから。だってもうおかしいぐらい成長速度が速いから。例えばその、じゃあ1ヶ月後、MR2100 とか2200に、まあ、2200やばいけど、まあでももう2000の時点で行ってる時点でもやばいから、正直。2050いってる時点で。だからもうなんか普通に2桁台いけちゃいましたみたいな風になっててもおかしくはないから、そうなったら、 枠の中でも強い存在になり得るからね。まあ、みたいなね。一番面白いかもしれない。副賞枠が正直。対戦の内容としては。まあ、みたいなね。<laughs> 数ヶ月、敗退のやつでして、ワールドオーリーはトップ8入りました。いや、別にもう、全然驚かんな。だって俺別に、ボンちゃんに2先で勝ったって言われて驚かんかった。ああ、まあ、あれなら、勝つぐらいあるよな、みたいな。別に2先勝つよな、みたいな。 普通に動きがそういう動きしてるからね。また、あ、セロスさんもかなりやり込んでて、めちゃくちゃ仕上げてくる可能性もあるからなまあ、あとは中堅。フトンちゃんがでも、竜がパワーアップして、かなり強そうだけどなフ布団ちゃん。このバージョンの、このバージョン相当強いんじゃない竜、あー、テリー、あ、テリーか。あー、そうかそうか。キングオブファイターズ大好きだもんな。なるほど。あー、じゃあ、テリーで出る。あー、出てないかな、さすがに。どうだろうな。確かにこれ、8月の最初の週かなんかやったよな。 さすがにまだテリー出てないんじゃないかな。この時はリュウじゃないかな。秋じゃない多分。出るの。孫さんは、まあ、ジュリーじゃないかな。さすがに。これはチームはまだ確定してなくて、えー、っと、このリーダーがドラフトでこのメンツを取り合っていくって形ですね。いやー、でもオフライン、オフラインのイベントなんでね。楽しみっすね。かなり。あの、去年のやつも相当楽しかったんで。 はい、谷さんはシーチュンリー。シーチュンリーを、まあ、ここ、この日ぐらい、この日までには、ある程度使えるようになっておきたいなっていう感じですね。一応シーチュンリーでい,いこうかなとは思ってます。ちょっとできる限りのことをやっていきたいですね。